言われて、なんでって聞いたらオリンピックでエラーしてくれたからありがとう、ありがとう、韓国メダル取れたよとか言われて、翔平 TV 視聴者の方にプレゼントします。キモティーやっぱりキモティーキモティー何回やらせるんですか。使ってよ、ちゃんと使ってよ、カットしないでよ、カットは。どうも翔平 TV です。本日はジジイ佐藤さんです。はい、ジジイです。はい、よろしくお願いします。今草野球やられてるんですよね、会社の。仕上がってますよ、仕上がってますか、うん、会社でも戦ってますし、まあ、社会で戦ってるからね。ああ、素晴らしいです。社会っていうこの厳しい、ね、野球界じゃなくてね、はい、抜けた後もやっぱ社会は厳しいよね。あ、戦ってますから。仕上がってますよ。仕上がってますか。じゃあもう朝は5時まで行きましょうか。いやもう、もう1時半、はい、1時半、時間1時半です。40代も寝てるよ、普通に。そうです。で、走ってないよ、この時間は。もうおかしいぜ、どうしたんだ、こんな。野球の好きな人こんだけいるってことだよね。そう、素晴らしいです、本当に、ね。はい、やっぱ野球をお届けしたいんですか、みんなに。こう、そうですね、素晴らしさを、野球向上とか楽しさを伝えたいっていうのがありまして。はい、やっぱさ、子供、やっぱ最近日本ってさ、選択肢も多いじゃん、はい、卓球もできるし、ね、バスケも八村君出てきちゃったからさ、はい、そうですね、野球人気やばいよね。ちょっと落ち込んでるみたいで、うん、人口が結構減ってるらしいんですよね、うん、ちなみに軟式野球は、いつ始めました？まあ、多分公式だと思うんですけど、引退してからの4年目ぐらいじゃないですか。あ、4年目。いや、とにかく難しいっすよ、軟式。軟式難しいバッティングは。そうですね、公式と違って軟式はもうゴムなんで。え、ボール変わったじゃん、ちょっと。変わりました。あれどうすか。あれはだいぶ飛ぶようになりました。それでもだいぶ曲がるようになりました。ちょっと潰れなくなったのかな、少し。そうですね、跳ねなくなったっていうふうに言われてるんですけど、うん、まあ、グラウンドによっては結構もう変わらず跳ねたりとか、うん、場所によって跳ねなかったりとか。難しいよ、軟式は。バットもあるし、ビヨンド、ビヨンド。はい、というわけでこちら新人佐藤さんからこちらのサイン色紙とバッティング手袋、これはロッテ時代の最後のバットだそうで、こちらを、翔平 TV 視聴者の方にプレゼントします。応募条件はチャンネル登録と熱いコメントをよろしくお願いします。それではチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。なんかグリップが変な形。あ、あります。 J グリップ、うん、三つ葉タイガーピーですよ、今は。いや、もうそのまま使った方が面白い。そのまま使おう、今のは。炎上しちゃう。俺らが触り慣れた形してるよね。あ、そうですね。道具も進化してるよね。そうです、本当に、うん、あのバット、軟式バットっていろいろもうカーボンとかウレタンとか、いろいろこういろんな材質で、うん、あのやってるんですけど、うん、で昨年まではイボイボのついたもあったんですけど、うん、それはあの軟式野球でちょっと禁止になりました。なんで飛びすぎるから。そうです。もうツルツルオンリーっていうのが、あとは材質です、ね、ちょっとイボイボにしたら飛ぶんだ。そうです、バットを。そうです、そうです、ね、滑らない。滑らないからね。じゃあ逆にその軟式の打ち方を教えてほしいですよね。軟式の打ち方、やっぱり結構強くガンって打ちに行くと潰れちゃうし、不安になりやすいじゃん。そうですね、うん、でも当たるポイントだと思います。実際近くした方がいいってこと。そうですね、近くする、たすると、うん、この反動で詰まっていいってこと。詰まっていいってこと。あと軽く振るだけでも飛ぶんで。そうだよね、そう、優しく打った方がいいよね、ちょっとね。そうなんです。確かに。誰習ってんの。ジャパンだぞ。そうです、すいません。そうでした、知名度が本当に。やっぱ知ってます、ジージーさんと。みんな知ってますよね。めちゃめちゃ知ってますよ、まあ、はい、ずっと見てました。ジージーさんって言えば、なんかってこう、はい、パンチ佐藤ですよ。パンチ佐藤。その何ですか。親は、親はそうです。そうですよ、親はパンチ佐藤で、俺が息子で、その下が、まあ、T 岡田。 T 岡田。 その下が K 斉藤。なんだっけ、なんだっけ、あの、ほら、何すの、イニシャルトーク。オリックスのピッチャー K 鈴木。あれ何なの、K 鈴木。東京ドームで試合できるってやっぱいいよね。素晴らしいですね。憧れですか。そうです、憧れです。佐藤さん、どこがあの球場が一番良かったですか。やっぱ福岡と札幌ですね。それはなぜですか。うん、ネオンがね。ネオンですね。ノブショルですね、みたいに。ノブショルですね。ネオンですね。街中ですね。いや、もうね、福岡って言った瞬間に泣かすやな、思ってました、ね。
札幌と福岡ね。鈴木のとね。俺のチャンネルが。あ、俺の。あの。やばいやばい。ピンクチャンネル。どこまでカットしなきゃいけない。全部使おう。全部使おう。そのほんまつかぬことを聞きたいんですけど、はい、その GG 佐藤さんの GG って何なんですか。その通り、ね。言い合わせるんですか。いや、ジジイだからジジイ臭いから。そういう噂は聞いてます。あ、そうなんや。僕がただジジイって言ってるわけじゃないです。野村サチューがつけたんです、サッチーが。そうなんですか。そうなんです。サッチーのチームに入ってたんですよ、中学の時。はい、はい、初めて中1の時に、はい、そのチームを見に行った時にサチオさんが俺のこと初めて見てですよ、中1の坊主に。おめえクソジジイくせえなみたいな。マジっすか。もうジジイだって言われて、そこからジジイって頭がついちゃった。あ、でも今はめっちゃダンディな感じで、すごい素敵な感じな。それをうまくかっこよく変換してくれたのが代理人だったダン野村さんの息子さん。あ、サッチの息子さんが代理人やってて、お前ジジイだから GG 佐藤でやっちゃいな、ユウやっちゃいなよみたいな。いやいや、ジャニーさんみたいなね。でかっこよく変換してくれたのがダンさんなんですよ。へ、そういうのだ。その頃野村さんのエージェントやられてて、アメリカ行きたいんですって言ったら、もうじゃあ GG 佐藤でやれよみたいな。マジっすか。あ、そうなんですか。なかなか見て知らないと思います。絶対知らない。だってこの動画バスッと切って俺のチャンネルで使いたいもん、これ。やめなさい。で、西武入るときに GG 佐藤っていう名前でやってたから、やらせてくださいよって言って、ね、本部長に言ったら、はっって言われて、寝ぼけたこと言ってんじゃねえよ。でもそれ経緯を説明して、ぜひお願いしますって言ったら、じゃあいいよって。あー、そのローマ字使ってる人いなかったんですよ。確かに確かに、ね、うん、最初の結構新庄さんと僕が最初で、あ、うん、同時期で。そうですね。それでもうパッと入ってきて覚えてるっていうイメージがあります。顔は知られてないけど、名前先行型っすよね。なんか名前は聞いたことある。名前はそう、でも、うん、ライブでも知られてました。今、新大久保の韓国料理屋に行ったら、うん、ああ、ジジさんじゃないとか言われて、あなた、私の母国で超有名よとか言われて、なんでって聞いたら、オリンピックでエラーしてくれたから、ありがとう。ありがとう、韓国メダル取れたよとか言われて、キムチサービスさ、自虐が始まった。キムチサービスするよみたいな。そうなんだ。でも良かったですよね。キムチ食えたから、ね、あまり聞けなかった内容なんですけど、韓国の英雄らしいですよ、どうやら。いや、それは普通エラーしてキムチもらえへんもん、だって。実際もう今はもう吹っ切れてるんですよね。吹っ切れてないですよ。笑ってないじゃん、顔は。顔は笑ってるけど、やっぱ奥底はやっぱ笑ってない。芸人さんと一緒よ、その自虐でこう笑い取ってくれてるっていうのは。本当にずっとやってるんだよ。受けたことあんまないやめろやめろ。そんなことないな。翔平ディーンの売り屋何なんですか。真面目にあの 小中高生の、まあ、技術向上価値です。ごめん、深夜だからちょっと調子乗っちゃったよ。あ、全然全然全然、何でも行きます。でも俺もレギュラーじゃなかったんですよ、大学の時も、ね、で甲子園も行けないし、はい、高校通算ほんの何本、一番3、4、4本、3本、高校通算3本、はい、俺も3本なんですよ。へぇ、高校通算、はい、そうなんですか。練習試合も含めて3本。へぇ、大学もホームラン1本なんですよ。はい、それでもプロになれてるわけだから、やっぱ諦めずにやってほしいですよね。あ、そうですね。これは本当にやっぱり部員とかやっぱ相当いるチームじゃないですか、うん、けど試合に出れるのは9人、はい、その中でプロになってくるので、なかなか難しい、うん、これレギュラーじゃない人もいずれプロになるよね。どうもある、全然あるです、ね、諦めずに続けてれば必ずチャンスはいくらでもあると思います。まあなんかメッセージいただきました。どうしたら野球楽しいなと。坊主やね、坊主やね、坊主でやめやってない子も何人かいるでしょ。そうです、野球は好きだけど坊主は嫌だみたいな。そうです、時代に合わせましょう、やっぱり昔のやり方も大事だけど、それを継承しつつもやっぱ時代の流れに合わせるのが大事でしょ。そうです、ね、今の子供たちには合わせないと。こちらも令和ですからね、今令和だから。何でも道具なんか何でもいいんじゃない、使っても。そうです、こうやれもさ、くれね、黒か白うるさいよね、はい、個性を大事にしてもいいと思うよな。いいね、やっぱ野球って楽しむ、まあ、こう道具とかもいいよね、いろいろも楽しめるからね。そうです、そうです、こだわれる部分が多いもんね、やっぱり。こういうアンダーシュートなんですよ、これは。ご存知ですか。いや、プロの選手もそこそこ100人以上は来てらっしゃるやつで。なんてメーカーですか。 MJ アクティブームって言います。へえ、アクティブームって言うんですけど、でも神奈川、そういうメーカーなんで。メーカーです。何、どキルと何が違うんですか。あのフィット感が、うん、あのこっちダボダボしてるんです。ダボダボというソフトフィットも。けど上はパチだ。パチ上はね。あ、昔ってやっぱあの藤野さんのバイオギアとかでピタッとしたやつなんですけど、うん、そうじゃなくて
今流行りはもうこういうスタイルの胴体ね。胴体ね。で、それ出てからいろんなメーカーさんも、その無地ですけど出したりして、今そのあと丸首と丸首ね。はいはいはい。はいはい、あります。使ってよちゃんと。使ってよ。カットしないでよ。カットは。もしやばいとね。P は P 入れればいい。バキュームバキュームバリ。俺の一人喋りです。ああ楽しい今日来てよかった。本当に。もうすぐ日中です。大丈夫ですもう。もう元のはい。ぜひ頑張ってください。お願いします。ありがとうございました。はい。はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。何時に来たんだ、今日は。はい、というわけでこちら佐藤さんからこちらのサイン色紙とバッティング手袋、これはロッテ時代の最後のバッティだそうで、こちらを、翔平 TV 視聴者の方にプレゼントします。応募条件はチャンネル登録と熱いコメントをよろしくお願いします。それでは、チャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでフォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てね。